スティックアーティストキア、1996年7月23日イは、日本のジャグリングパフォーマー、教師。スティックアーティストキア神奈川県横浜市出身。パフォーマー専門プロダクション、超人プロの元パフォーマーである。中学の頃、友人に誘われたことをきっかけにジャグリングを始める。当初は別の道具、ディアボロを扱っていたが、その後、 デビルスティックに転校。高校時代には自身が部長となってジャグリング部、ジャグルスを立ち上げる。部長として活動する一方、高校2年時及び3年時には高校生ジャグリング全日本大会に出場した。その後もデビルスティックジャグリングを続け、大学2年時にはジャグリング全日本大会でチーム部門優勝の成績を収めている。なお、 友情当時に組んでいたチーム名は、フトナーズまた同年の、ジャグリング世界大会では同じくチーム部門で3位に入賞した。その後2016年に、東京都公認ヘブンアーティスト審査に合格してからは、現役大学生プロパフォーマーとして活動し、2018年には、大道芸、ワールドカップイン静岡に出場している。大学卒業後は、 プロパフォーマー及び改正中学校、高等学校、ペリス女学院中学校、高等学校の情報講師として活動している。神奈川県立枝高等学校、東京理科大学数理情報科学科卒業。個人では、スティックアーティストキア名義で活動する一方、チームでは、モーメントの名前で活動している。数学と情報の教育職員免許状を持っており、 2019年6月現在はパフォーマーとしてまた教員として活動している。中学時代、バレンタインデーに学校にゴミ袋を持ち込んで女子からもらうチョコレートを心待ちにするも麦チョコ5粒しか入らなかったエピソードを持つ。ありがとうございます。